はい、こちらの動画では Facebook 広告で使うコンバージョンピクセルのね、まあ、使い方、設定、方法ということでお伝えしていきます。まあ、使い方ですね、まあ、コンバージョンピクセルね、難しいことありませんので、こちらの動画の通りね、見てみて、操作をしてみてください。まずはね、左メニューのところから広告マネージャーというところをクリックしますね。はい、広告マネージャーを読み込んでもらうと、今ね、こういった広告の管理画面が出てきました。今ね、Yahoo サンプルということで作ってあるんですが、これはね、スタートアップテンプレートの方でも使わせていただいて、仮にね、作らせていただきました。こちらね、有効、無効になりますけど、基本的には無効にしておいてください。こちらでね、作っている方は無効にしておいてください。でね、ツールのところからですね、では、コンバージョンピクセル見ていきますが、ピクセルをクリックしてください。そうしますとね、まだね、広告自体出稿してない、こちらサンプルのアカウントですので、こちらはね、なってないんですけれども、これ、コンバージョンピクセル、コンバージョントラッキングピクセルと Facebook ピクセル2つありますよね。こちら、実は Facebook ピクセルというのは新しい機能なんですね。今まではね、リターゲティングとかね、それとコンバージョンというのはいろいろ役割が分かれていたんですよ、コードでね。しかし、コンバージョンピクセルって一括で、一つのピクセル、一つのコードだけで全て管理できてしまう非常に優れもののピクセルですので、こちらを基本的には使用しています。以前までの括弧9ってこちら書いてありますよね。コンバージョントラッキングピクセル括弧9と。こちらは古いタイプのものなんですけども、こちらでね、以前はやってました。でもね、今回こちらでできますので、基本的にはこちらでやっていきます。コンバージョンピクセルね、こうやってあるんですけども、まあこちらね、私の方で作ってしまったんですけれども、例えば右でピクセルを作成ってありますね。こちらでピクセルを基本的には作成していけばいいんですね。例えばね、何しますかね。サンプル。まあもう1は作ってしまったので2ということでピクセルをやっていきますね。そうするとね、作成されるんですよね。ちょっと更新をしてみますね。はい、こちらサンプル2ということで、ね、今作成されましたね。これね、コードを表示を見ると、実これがね、ピクセルコードなんですね。ですので、これをコピーをしてしまうとかね、しまして、これね、サイトの、あなたのね、サイトそれぞれ違うと思うんですけども、ヘッドとヘッドの間ですね。サイトのね、その使ってるツールはね、まあ、ワードプレスを使っている方ですね。そういった方の場合に、ヘッドとヘッドという間ですね。ヘッドの下とヘッドの上の間にこのピクセルコードを、ね、貼り付けいただくだけになりますね。こちらが旧タイプでのやり方。でこちら新ピクセルなんですけども、こちらはね、こちらアクションのところから見ていただいて、ピクセルコード表示もできてますので、こちらですね。こちら。ピクセルコードをヘッドとヘッドの間に貼り付けてくださいねって書いてありますので、ですね、こちらをまた全部コピーをして、ヘッドとヘッドの間に貼り付けると。これがね、コンバージョンピクセルの扱い方になります。ここのね、コードをコピーしていただいて、ヘッドとヘッドの間に貼り付けていただければ、申し込みが入るたんびにですね、あなたのところにコンバージョンというしっかりね、連絡がいきますので、こちらはね、コンバージョンピクセルの設定、実際にやってみてください。それではこの動画は以上になります。